していきたいと思います。今日はすごい風が強くてちょっと大変ですけども、頑張って設置しようと思います。向こうがゴールの位置になります。迷路に来るときは下から上がってくるとちょうど左側にこの迷路が見えます。これが終わったら